森の不思議、神谷敬三著の心理学。まあこの本はね、知ってたんだけども読んでなかったという。まあ心理学をね、心理学という言葉を作ったと言われている、秋山さんね、林野庁長官秋山さんが、まあこの本をまあ、きっかけになって森林浴という発想をしたというような、この本をというかこの本はね、現代林業という雑誌にね、書かれていたものを、まとめた本なのよね。本誌は現代林業1981年1月から12月号だから、1981年に1年間通してね、連載された森の不思議を基調とし、大幅に改質、執行っていうのこれ、なんていうのかな、したものであるという。初版がね、第一冊が1983年の9月20日になってるね。だから81年に書かれたものをまあいろいろとね、書き直して83年の9月20日で、秋山さんがね、森林浴という言葉を使ってね、大々的に今朝日新聞に取り上げられて、なんだかんだっていうのがあったんだけども、全国大会をやったとかね、それが書かれてるかな、どっかに書かれてると思うんだけれども、それが確か1982年なんだよね。だからまあ81年に現代林業に書かれて、82年に秋山さんがそれをね、そこから森林浴ということで、展開して、そして83年にこれが本となってね、初版されたというような、流れで、それでまあ秋山さんはその現代林業をね、の雑誌に書かれた記事を読んで、それからまあ森林浴という、発想をしたと。で、このね、神山敬三さんで、ね、もう死んじゃってるのよね。何年に死んだのかっていうのはここには書く、もちろんね、これ第二版なんで、まだ生きてるうちのものなんでね、いつ何年に死んだとは書かれてないんだけど、まあウィキペディアで調べればね、もう死んじゃってるのよね。で、1980年代か90年代に死んでんだよね。忘れちゃったな、いくつだったっけな。僕が北海道に行く前だと思ったけどな。だから僕が30とかそこら辺だから、20、26年前かそこら辺にもう死んじゃってると思うんだけどね。だから1994年とかそこら辺だと思うんだけど。で、上原さんも、この上原岩尾さんね、森林療法、日本森林療法協会 を、NPO 法人日本森林療法協会を立ち上げた、まあ、その前は森林療法研究会か、軽井沢でね、立ち上げて、で、森林療法の第一人者として、東京農大の准教授から今はもう教授になっているという、その前はまた別の大学なんだけども、その上原さんもこの本を読んで、感化されたというようなことが、言われてるのよね。だから多くの人に影響を与えて、まあ、現代林業を読んでるっていう時点でね、もちろん林野庁長官の秋山さんを読んでるだろうけども、上原さんもまあどういう関係で読んだのか分かんないけれども、まあ、多分このね、あの本を読んでると思う、上原さんは。現代林業じゃなくてね、で、現代林業っていう雑誌はまあ林業の雑誌で、まあ、林業の会社だったらね、大体買ってるし、もしくは森林組合とかに行けばね、そういうのが置いてあるからね、まあ、森林組合で読ませてもらおうと思えば読めることもできるだろうし、浜松だったらね、どうなんだろうね、もしかしたらあの天竜の方の、ね、図書館に行けばそういうのが置いてあるのかな。林業関係の人はね、僕も林業の会社にいた頃はね、そういうのはね、
まあ、撮ってるのを知ってたし、まあ、読んではいないけども、まあ、そういうの撮ってるのを知ってたし、森林組合とかにもそういうのが置いてあったっていうのも知ってるしね。うん、でまあ、だんだんと、ね、読み進めていきながら解説しようかと思うんだけども、なかなかね、内容が濃いからね、時間がかかるかもしれない、もしかしたら。いきなり面白い、まあ、序章ね、人間にとって森林とはっていうところから始まるんだけれども、減少する森林というところでね、タイトルでね書いてあるんだけど、1、2ページとあと表なんだけども、これだけでもね結構面白い。まあこれは1983年に書かれている時の、81年かに書かれている時代、まあ83年に初版されたんだけども、で減少する森林って書かれているんだけどもね、まあだからその頃を思い返して、だから僕が83年ってことは、19歳、あ、1981年って考えた方がいいかもしれないね。17歳、森なんてこと全く考えてなかったし、森が減少してるなんて全然思わなかったけどもね、まあそのような、ことが書かれていながら、公園の割合を書いてるわけよね。公園の割合が日本とは全く異なっている西洋諸国、まあそりゃそうだろうと思うんだけど、まあここら辺はまあ僕が17歳だからね、まだまだ日本がね、高度経済成長が終わり頃、だんだんとね、なのかな。あまり歴史的なことはあまり確かじゃないんでね、記憶も薄いんでね。なんとも言えないんだけれども、まあ要するに公園が少ないっていうのはもう東京もそうだけど、東京はね日比谷公園、代々木公園、それからね、新宿御苑もあれば、まあ、いろんなところにいろんな、まあ、皇居だってねある程度緑があるし、何かしらまあそれなりに公園はあるんだけれども、その面積が少ないということだよね、まあ、欧州諸国に比べたら。これはまあそうだろうなと思う、開発の仕方としてね、本当に一極集中的なところがあるからね。でなおかつそこにまあ人口というか、まあ働く人間もね、多いから、まあ、そういうことを考えたら確かに緑の面積は少ないかもしれないけれども、ちょっと外れたら、東京からちょっと外れたらかなりの緑があるわけだから、まあ、それをどう捉えるかっていう問題だと思うんだけどね。奥多摩の方に行けばもう森だらけだもんね。でね、ここで面白いなと思ったのは、まあ乱伐によってね、熱帯雨林の地域では、密林が消滅しようとしているとかって書かれているんだけれども、大気中のメタンが年 1.7% の割合で増加している。これは熱帯降雨林の乱伐によってシロアリが増え、これらの体内などに生息する嫌気性細菌、嫌気性っていうのは何ていうのかな、によって作られている部分が多いのではないかとも言われているっていうことが書かれているわけよ。シロアリがメタンガス出してんのみたいな。まあ、メタンガスっていうのは地球温暖化ねに言われている、大気なんだけれども、大気の成分の一つなんだけどもね、あの二酸化炭素って今ねすごく言われているんだけれども、今ね現在はそれも人為的に、火力発電もそうだけれども、要するに地下化石燃料を燃やすことによって出てくる二酸化炭素と、
それをまあ抑制しようと。で、菅総理も2000何年だったっけ、2050年までにっていうようなことも言ってるし、で今度ね、アメリカの大統領 にまあなる、俺がアメリカの大統領になってアメリカが帰ってくるとか言っているバイデン、あれもね、パリ協定に、まあ、復活、ついまた戻ってみたいなことを言ってるし、まあこれはもう僕は完全に、まあ僕は環境省の環境カウンセラーなんだけれども、まあある意味ね、これはまあビジネス、政治経済の世界であって、環境的に言うとまあ一括りにね、人為的な二酸化炭素によって地球温暖化が進んでるというもわけではないと思ってるんだけれどもね、例えばこのメタンというのは要するにすごい大気中の成分割合にしてみれば少ないわけよね、窒素とか酸素とか二酸化炭素っていうのはまあ何分の1とか何パーセントとかって出るけれども、メタンなんていうのは本当に 0.000 何パーセントとかっていうような、もっと 0.0000 わかんないけどというように割合が少ないわけよね。だから大した問題になってないけれども、まあ多少ね、家畜のゲップ、牛とか馬とかのね、家畜のゲップとか牛のゲップだとかね、まあいろいろと問題になっているところもあったりもするんだけれども、1981年にシロアリがそういうふうにメタンの原因としてね、要因として、まあ、メタンはもうガンガン伸びてるわけよね、本当にグワーッグラフで言うとね、もう1980年代から比べたらグワーッと伸びて普通化してるんだけれども、あまりだけどね、注目されてない。でも二酸化炭素よりもメタンの方が地球温暖化を促すというふうな成分的にはね言われてるけれども、量が全体的な量が少ないし、どん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 メタンというのは消えてなくなっていく、自然とね消えてなくなっていくものだから、大した問題ではないみたいなふうにも捉えられてるしという。で、二酸化炭素はじゃあどうやってって言うと、まあ要するに植物だよね。植物が光合成によってね、あとはもう水が、海の水とかそういう水が吸収するとか、あとなんだ、まあいろいろとね言われてるんだけれども、二酸化炭素もじゃあにもしかしてね自然的な要因で、まあ要するに火山活動が、活発になれば二酸化炭素量の排出量、自然の排出量は増えるよね。それから植物が減れば二酸化炭素の消費量が減るわけだから、大気中の二酸化炭素の割合は増えるよね。だから、まあ、要するに自然を増やせば、植物を増やせば、光合成をする植物を増やせば二酸化炭素の消費量は増えると。うん、だからそういう自然の要因もね、二酸化炭素というのはもっともっと、増える原因はね人間だけじゃないんだから、そういう自然の要因ももっと、これを言うことだからこういう増えてるんじゃないかということも言われて当たり前なんだと思うんだけれども、必ず人間が排出する二酸化炭素だけを問題にしてるっていう、そこがね何とも言う、本当に未だにね、まあちょっと不可解というか納得できないというところがあるんだけれどもね、といったところで、たった2ページを読み進むうちでこれだけ喋っちゃうというね、あ、まあ、要するに都市公園の表なんかも載ってるんだけどもね、まあ、これなんかも見ると要するに東京は、1人当たりの面積が 2.0 ヘクタール、札幌は 5.2 ヘクタール、一番多いところが神戸か 6.6 ヘクタール、うん、神戸ってなんか都市自体もちっちゃいし、山が迫ってきてるからね、こっちからね、なかなかその要するに平らな部分はね使えるけれども、こういうふうに傾斜のところはなかなかね木が残る場合が多いからね。でニューヨークが 19.2 とかね、だから東京が 2.0 に対してニューヨークが 19.2、 うん、ワシントンなんか 45.7 だからね、パリは 8.4、 パリもねそうだね、
なんか石造りの建物ばっかりみたいな感じがするし、ベルンってどこだ？ 4.3。 ワシントンが一番多いね、45.7。まあ人口が少ないっていうのもあるけどね、70、この時は76万人になってるね。東京は829万人だからね、人口が多すぎるよね。集中しちゃってるからね、本当にね。だから人口なんだよね、結局人口に1人当たりの面積だから人口が多すぎるんだよね、緑が少ないというよりも。これはだから、ヘクタールあたりの緑のね、面積とかってなれば、またこの数字と割合が変わってくるのかもしれないけどね。要するに、ね、こうやって縦長の建物に人間がバーンって詰まってれば、その分ね、面積は、人口よりも面積は、ね、1人当たりの居住面積、平地のね、は少ないわけだから、その平地における、緑の割合っていうのは、それも調べればいいのにね。地図で調べれば分かる、簡単なことなんだから。だからちょっとここら辺りは、なんていうのかな。ちょっとこれじゃ減少する森林っていうのと違うんじゃないのっていう感じするけどね。都市における緑が少ないっていうのと関係ないんじゃないのかなっていうのは、今現在はね、もう、森林が減ってるという感じはね、僕しないのよね。逆に増えてるんじゃないのかって。確かそんな数字も見たことがあるんだけどね。要するに住宅地なんかでも、空き家の庭というか、空き家のね、敷地内はどん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 森になっていってるからね。まあ住宅街のっつったら、いや、もうあれだかも、あれ、誤解が生まれるかもしれないけども、北海道とか、田舎のね、牧草地の中の空き家なんていうのはもうどん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 森になってるからね。それからね、群馬県上野村で僕森林セラピー通ってたけども、上野村なんかでもやっぱ空き家はもう森になってるもんね。どん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 木が茂ってる。あと空き地も森になってるっていうか、要するにどんどん木が生えちゃう。ほっとけばもう木が生えちゃうから。この庭ですらもどん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 木が生えてくるから、要するに生えてきた木をむしってるわけよね。むしってるから、バランス取れてるっていうのがあるんだよね。南京ハゼも生えてきてるし、エノキも生えてきてるし、センダンも生えてきてるし、それから何が生えてる？いろんな木が生えてくるんだよね。イヌビア、低木で言えばイヌビア。要するに草だけじゃなくて木が生えてきちゃうわけよね。だから管理してるから維持できるけれども、森にならないけれども、管理してなかったらどんどん森になっていっちゃうわけだから。そういうことを考えると、今の人口減も言われてるし、でなおかつ建て型のね、要するにマンションだとか、そういうところに人が住むようになっていくと、空き家、要するに一戸建てのね、こういう家だとか、というので、なおかつ空き地になって、それを潰した空き地になっていったりすると、浜松の場合はね、田んぼ畑ね、が要するに耕作されないようになってくると、そこもどん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 森になっていくわけだから。緑が増えていくと思うんだけどね。といったところで、森の不思議、神山急増長の森林浴。よくしゃべるわ。